皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回は古代ローマについてお話をしています。本日第2回目です。前回ですね、ローマの建国の話と、まあ、あと王政の話をしたんで、今日はちょっとね、ローマ建国されてから一番最初に経験した滅亡の危機についてお話をしたいと思います。ローマ共和制初期の時ね、やっぱまだまだちっちゃいんですよね。これ前回も言ったと思うんですけど、まだまだローマってね、弱っちいんですよ。生まれたばっかだから。で、追放した王様ね、エトルリア人だったでしょ？で、エトルリアって、前も言ったと思うんですけど、ローマよりはっきり言うと先進的なんですよね。だからローマよりも優れた国だったと。で、ローマのちょっと上にあったから、すごい攻撃を食らったりして、戦争をバチバチやってたんですよね。このローマとエトルリアでね。で、その戦いでね、ローマもどんどん疲弊しちゃったんですよ。現行の時にも話したと思うんですけど、これ防衛戦ってあんまりね、モチベーション上がんないんですよね、その国内だとね。なんでかっていうと、勝ったところでやっぱり旨味がないんで、相手の土地も取れないしね。なんで、ローマはこの時に、いや、じゃあ逆に攻めようぜって話をするんですよ。このエトルリアに対して。エトルリアのウェイっていう都市があったんですけど、ここはなんか立地的にもすごい素晴らしかったらしくて、で、ここを攻めようっていう話をしたんですよね。で、ただエトルリアってね、その建築技術もすごい優れてたし、城をね、防衛するような機能もすごいいっぱい作ってたみたいで、難攻不落だったらしいんですけど、で、結局攻めてはいいんですけど、やっぱそういうことなんで、10年くらい戦っても決着つかなかったらしいんですよね。で、そこで、ローマはどうしたかっていうと、カミルスっていうね、すごいやつがいるんですよ。すごい強いやつ。こいつをね、独裁官っていうポジションに任命するんですよね。独裁官って、ディクタトルとも言うんですけど、これ何かっていうと、前回ね、終わりに執政官二人コンスルっていうやつが国のトップっていうことで話をしたと思うんですけど、こういうね、危機的状況っていうか、緊急事態の時に、この執政官じゃなくて、まあ、独裁官っていうぐらいだから、独裁する権利は持つやつが出てくるんですよ。それが任命されるんですよ。だから名前の通りね、独裁できると。ただ、任期は半年間しかありませんと。だからね、このローマっていうのは本当に独裁者を出さないために、すごい制約はちゃんとしっかりしてるんですよね。で、このカミルスってやつ本当に超すごくて、もう大活躍するんですよ。この10年かかったね、この戦いをね、やっぱね、こいつ超すげえから、独裁官になってパパッとね、終わらせちゃうんですよね。この都市を攻略できちゃうんですよ。それに加えてね、このカミルスって人は人格者で、敵にもね、そんないたずらにやばいことしたりしないんですよね。なんで、無血会場とかしちゃって、そのウェイじゃねえや、カミルスっていう人が、もうすごいと。もうこの人だったらこの町明け渡してもいいよみたいなね、そういう年まで出てきちゃうと。で、ただそうやって無血解除したところではね、もう略奪禁止だよとかやっぱ言うから、自分たちの兵士にもね。で、そうなると、この自国民からしたらね、不満が出てくるわけですよね。なんでさ、せっかく俺らそこの都市の金品とかね、女とかね、略奪できると思ってたのに、こいつのせいでできねえじゃねえかと。実はカミルスってそんなこと言ってっけどさ、本当は一人でがめてんじゃねえのみたいなね、そういう心ない噂が出てくるんですよね。で、そうやって、せっかくこいつは超すげえやつなんだけど、どんどん人気が下がってきちゃったと。で、もういよいよね、何なんだあいつはつって、追放させよう運動が出てくるんですよ、このローマ国内で。なんか、人って醜いなって思いますよね。やっぱね、昔からこういう話があるんですよね。その出る杭は打たれるじゃないですけど、まあ、こうやって、あんまり人気になりすぎると、逆にそれが理由で叩かれて、で、どっかに飛ばされちゃうっていう、やっぱそういうことがあるんですよ。で、追放させよう運動が出て、その時にカミルスっていうのはもう自分からね、じゃあローマを出ると。そういうことでローマからね、いなくなるんですけど。ただ、その時もカミルスは、まあ、ローマ頑張れよ、みたいなね。自分の力が必要になったらいつでも帰ってきてやっから、みたいなことを言うんですよ。だから人格者なんですよ、このカミルスっていうのはすごく。で、その後何が起きたかっていうと、今度はね、イタリア北方のね、ケルト人っていうやつがね、ローマに襲来してくるんですよ、つって。で、その時にローマかなりね、ボロボロにやられるんですよね。これ、アッリアの戦いって言うんですけど、紀元前390年に起こったのかな？その戦いでね、もうローマが本当にボロボロにやられて、ローマの街中がね、マジで略奪されちゃうんですよ。で、もう、これでね、顔面蒼白なローマ人、元老院とかがね、もうカミルス取り戻せっつってね、カリボロスって、カリ戻すってなんだよ。カミルスにね、もう一回独裁官で来てくださいっつってね、呼び戻すんですよ。で、偉いのがね、やっぱカミルスそれで腐ってないから、なんかね、普通だったら、もうローマ、俺を追放したローマなんか潰れちまえ、みたいな、そういうことを言う人も結構いそうですけど、やっぱカミルスはローマを愛してたからね、彼はちゃんと戻ってくるんですよ。で、戻ってきて、このケルト人たちをね、蹴散らすんですよね。で、この時、すげえかっこいいエピソードがあって、ケルト人がね、ローマ人に対して、
おめえらが俺らに金払えば軍引いてやるではみたいなこと言うんですよ、ニヤニヤしながら。みたいな、金くれれば引いてやってもいいけどよみたいな。まあそうは言ってもまともにこう交渉するつもりはほとんどなくて、ローマ人もぐぬぬってなってたんですけど、その時にカミルスがババーンって登場してきて、ローマは金ではなく剣でお返しするって言ってね、このケルト人をね、ぬえいってね、めちゃめちゃに殺しまくるんですよね。だからもうこれもなんかね、漫画の世界みたいな感じですよね。漫画に現れるマジでかっこいいヒーローみたいな感じですよね。でまあこうやってね、ケルト人は倒したはいいんですけど、やっぱこのローマの街中をね、本当に街中をボロボロにされちゃったから、もう住める場所もなくなってるかもしれないと。もうさすがにこの都市にずっと住み続けてもね、無駄だからっていうか、もう住めないから他の都市に移ろうよなんていう話をね、結構してたらしいんですよね、ローマ人もね。だけどそこでまたこのカミルスが、いや我々はねローマ人なんだから、ローマで頑張ろうよと。ローマ人のアイデンティティはやっぱここのローマなんだと、そういうこと言うわけなんですよね。でこのカミルスのね、支えもあって、このローマっていうのは頑張って復興するんですよ。だからね、このカミルスがいなかったらね、マジでローマってなかったと思うんですよ、世界史上に。そのローマに代わる新しい国はあったのかもしれないですけど、少なくともこのローマっていうのがでっかい帝国になることはなかったと。だからね、このカミルスをね、ローマ第二の建国者っていう風にも言うんですよね。一人目はロムルスですけど、彼がいなかったらマジでローマ潰れてたってことで、彼を第二の建国者だと。ということで、ローマ建国してからね、一番最初の滅亡の危機について今日お話ししたわけですけど、まあ、この後ね、このローマが、安定するのか、成長するのか、もしくは、まだまだ危機にあるのか、っていう話はまた次回お話ししたいと思います。この番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた。